この放送は今日もあなたのサードプレイスに工場の雰囲気を生かしたヴィンテージな町工場カフェ、サクエバさんの提供でお届けしています。サクエバさんいつもありがとうございます。えっと、昨日のですね、ボイシーの収録っていうか放送した えー、後にですね、私はもうすぐ飛行機に飛び乗ってですね、で、今、ニューヨークに来ております。あの、ミュージカル煉突町のプペルのリーディング公演、まあ、リーディング公演ってあれですね、まあ、あの、関係者の方を、えー、招待して、まあ、投資家の方とか、劇場のスタッフさんとか、あとは本当になんかクリエイターの方とかを招待して、まあ、こんな感じの物語をやりますよ、みたいな、えー、本読みでもって、あと歌も本当に歌うんですけれども、がっつり歌も歌うんですけれども、えー お披露目公演みたいな感じですね。煙突町のプペルのストーリーはこういう感じですみたいな。もし、えー、と、参加される方いらっしゃったら手を挙げてくださいみたいな感じの、まあお披露目公演みたいなことがあるんですけれども、えー、それを別に僕はスタッフで入ってるわけではないんですが、えー、見に来たというだけの、えー、遊びに来たっていうだけなんですけれども、えー、またニューヨークに来ております。で、あのー、飛行機乗るたびにいつも思うんですけれども、特にこう、国際線乗る、 たびにいつも思うんですけども、こんなこと言うと怒られるかもしれませんが、あのお料理ね、飛行機内食あるじゃないですか。僕好きなんですよ、結構あの美味しいし、機内食。昔はどうなのかちょっと忘分かんないですけど、今の機内食なんか本当美味しいしね、僕結構好きなんですけれども、ただまあ,あの好みは出るなと思うんです。 えー、なんか、二種類の中から選んでくださいって言っても、まあ、好みが結構あるだろうなっていう、その、美味しい美味しくないとかそういう話ではなくて、えっ、ー、と、まあ、好みの問題が絶対に出てくるな。特に、最近の機内食ってどうなのかなやっぱり、その昔とわかんないな、何十年前とかと比べてるわけじゃないので、ちょっとその違いわかんないんですけども、やっぱ手が混んでるんで、機内食も。で、 手が込めば込むほど、す、すごい、なんか僕、ここでしか見たことないな、みたいな、すっごい手の込んだ料理とかがあったりするんですけれども、そうすればするほどですね、やっぱ好みが出てくると。本日の機内食は、どことこのレストランのこのシェフが作ってくれた、みたいな感じで、バッて打ち出しているんですけれども、それやればやるほど、僕は好きですよ。僕は好きですけども、ちょっとこれ苦手だなって方もいらっしゃると思うんですね。で、 前から思ってたんですけども、もう、機内食って、あんだけさ、いろんな人が乗ってるわけだから、このいろんな好み持ってる人がいるわけだから、もう、機内食、そんな手の込んだことせずに、カレーライスでよくないっすか <laughs> いや、準備する方もそっちも楽だと思うんですよね。あの、お代わりもできるっていうし。そう、カレーライスとかだったら、もう鍋を一発バーンって用意してさ、なんかこれ、なんならもう皆さん取りに来てくださいみたいな感じすればさ、 多分みんな嬉しいはずなんですよね。お父さんからお母さんから子供まで、みんな嬉しいはずなんですよ。カレーか嫌だなって方いらっしゃらないと思うんです。なんなら、もう機内食はカレーだって分かってたら、もう前日とか前々日とかもうカレーは食べないから。飛行機乗るからカレーやなって分かってたら、俺、機内食が何かが分からないから、えー、前日パスタ食べたのに今、今日も機内食でパスタみたいなことがあるわけじゃないですか。なので、機内、そういった意味でもね、 機内食、カレーの方がぜ、みんなの満足度も上がるし、あのー、飛行機側、要は運営する側もですね、そっちの方がいろいろ、コスト削減できた上で、みんなの満足度が上がるっていう。そうすっごいフランス料理メイター、フランス料理ではないですけど、フランス料理っぽい雰囲気の、なんとかのなんとかの、なんとかなんとか、あえみたいな、そんなこといらないから、カレーでいいと思います。どうですか どうも、キングコングの西野きひです。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西野きひエンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、えー、親や先生がなんで防御を教えないんだっていうテーマでですね、ちょっと、え、むちゃくちゃ重要なことをお話ししたいと思います。むっちゃ重要なので、なんか、勘違いされると嫌だなと思って、 ているので、ちょっと丁寧に喋りたいなと思ってるんですけども、今日はくれぐれもお話しするのは、えっと、オフェンスではなくてディフェンスの話ですね。え、防御の話なんですけれども、まず、まあ、わかりやすく言うと、オフェンスの話を先にした方がいいですね。例えば、あの、稼ぐ稼がないの話ってあるじゃないですか。お金を稼ぐ稼がないの話って結構、 オフェンスの話だと思うんですけども、この稼げない人の共通点って、えー、何かっていうと、これ大して調べもせずにですね。 あの、うさんくさいを理由に蓋をしてしまう人なんですね。これは稼げない人の共通点。あの、逆に言うと、稼げる人の共通点っていうのはまず調べると。うさんくさいと呼ばれている、言われているものを、まず調べるっていうのが稼げる人の共通点ですね。例えば、あのー、それこそですね、インターネット黎明期なんて、もう今から何年ぐらい前になるんですかね。もう30年ぐらい前になるんですかインターネット黎明期なんか、もう大変だったみたいで、あの、友達が、 友達がもう先輩ですけれども、インターネット黎明期にこう会社を立ち上げたね、あの先輩方結構いらっしゃるので、お話をいろいろ聞いているとですね、やっぱ、その、事務所を借りる、会社の、その、事務所を借りるのもですね、すげえ大変だったんですって、不動産屋さんに、その、IT の会社やりたいんですけど、なんか言おうもんなら、お前怪しいみたいな。詐欺だろここで悪いことしようとしてるんだろうみたいな感じで、そもそもオフィスを借りることすら難しかったっていう。 で、IT の会社やってますとか言ったら、もう田舎での人間はもう、あの、自分がその田舎の友達とかに、地元の友達が IT の会社やってんねんとか言ったら、もう意思投げられるみたいな。お前怪しいぞみたいな。<laughs> すごい時代があったらしいんですけど。ただ、えっ、ー、と、そこで、えっ、ー、と、インターネットの会社をバって最初にやった人が、やっぱりすごい大きい取り分があるっていう。まあこれはですね、もうずっと歴史ってその繰り返しですね、クラウドファンディングにしたって、 まあオンラインサロンにしたって僕、この間なんか番組出させていただいた時に、もうオンラインサロンの話普通にみんながするみたいな感じになってたんですけども、タレントさんもそうだし、なんか VTR 作ってオンラインサロンってこうだよねみたいな話普通にしてるんですけど、いや、つい3、4年前までオンラインサロンなんて、 宗教だみたいな感じで僕結構、なんなら僕日本で一番石投げられたと思うんですけど、宗教だ宗教だ詐欺だ詐欺だ悪いことしようとしてるみたいな感じで、うわーってなんか意思をこう結構投げてきた。下品だな野蛮だなとか思ってましたけど、大体そうじゃないですか。今だと NFT なんかもそうですよね。これが、まああの、稼げる人と稼げない人の共通点だと思うんですけれども、あの、これはどっちかっていうと、オフェンスの話ですね。 で、えっ、ー、と、今日は話すのはこっちの話じゃないんですよ。僕、こっちあまま興味がないんで、これ稼げますねっていう話は僕興味がないんで、そっちじゃないんですよ。防御、えっ、ー、と、子供たちを守るためにはどうすればいいかっていう話をしたいなと思うんですけども、これね、あのー、肌感で言うともう、約もう9割5分ぐらいの日本人に対して思ってることなんですけども、大体9割5分ぐらいの日本人って、新しい文化に対して、調べもせずに叩くっていうのあるじゃないですか。まあ、わ、えー、かりやすく言うと、その、詐欺だーって騒ぎ立てるみたいな、あるじゃないですか。 あれ、ほんと僕疲れるんですけども、その、すべてのね、道具とか手段とかって悪用されることあるじゃないですか。その、包丁は武器に使用されることもあるじゃないですか。えー、飛行機はハイジャックされることもあるし、えー、車だって交通事故もあるわけじゃないですか。SNS だって悪いことに使われることがあるわけじゃないですか。でね、それがですね、道具とか手段の前提だと思うんです悪いことに使われることもあるっていうのが、道具とか手段の前提なんですよ。 で、だからといってさ、その包丁を使わないとかさ、飛行機を使わないとかさ、車を使わないとか、SNS を使わないっていうのってちょっと現実的じゃないですよね。で、どんだけそんな SNS 怪しいって言っても使うようになるじゃないですか。車、は良くないって言ってても多分使うようになるじゃないですか。で、この使わないっていうのは間違いであって、えっ、ー、と、多分ですね、正しく使うっていうのが正解だと思うんですね。正しい知識を入れて、正しく使うだけの話なんですけれども、 これを、えー、ほとんどの、え、人はやらないと。でね、ここなんですけども、投資詐欺に引っかかる理由って、これシンプルですよ。投資の知識がないからじゃないですか。投資の知識がないから投資詐欺に引っかかるわけですよね。で、NFT 詐欺に引っかかる理由って、NFT の知識がないからじゃないですか。あの、これ断言していいですよ。投資にも詐欺ありますよ。で、NFT にも詐欺ありますよ。ただ、その詐欺に引っかかる人の共通点って何かって言っ投資の知識がないからじゃないですか。NFT の知識がないからじゃないですか。 あのー、今、チームにいたン DAO とかってやってますけど、DAO とかって、えーと、もうみんな言っ,ってるのは何かっていうと、最近、こういう手口の詐欺があるから、気をつけましょうねみたいな感じで、声をかけ回ってるんですよ、あのこの NFT もらいますみたいな感じで、この連絡が来たとき、それクリックしちゃうと、その自分のそのウォレットっていう、まあ、財布っていうか、まあ、まあそういう保管してる、NFT を保管してる場所があるんですけど、ここからあなたの NFT が持ってかれますよみたいな、こういう手口がありますよっていうことを、DAO のみんなは知ってるんですよ。 だけど、NFT は怪しい怪しい詐欺だわーとか、イエーイとか言ってる人って、その情報を知らないわけじゃないですか。そして、えっ、ー、と、結局ですね、お金に目がくらんで詐欺に引っかかるっていう。で、人類はこれを、え、に、日本人はって言った方がいいかもしれないです。これを延々と繰り返してるわけですけれども、僕が不思議で仕方がないのは何かっていうと、なんで学習しないのっていうことですね。 その、学習しないのっていうのは、その NFT を学べとか、あの、投資を学べとかじゃなくて、そっちの学習じゃなくて、学ばないから引っかかったっていうことを、なんで学習しないのなんで毎回忘れちゃうのっていう。で、怪しいと思ったのであれば、それ学ばないと。じゃないと、あんた子供いるんだろう、もう先生とかお父さんお母さんに言ってるんですけど、あんたには子供がいるんだろう、子供の防御力上げた方が良くないですか で、その、Web3 の世界っていうのはもう前提知識がないと、ね、理解できないことだらけだから、本当に勉強するっていうスタンスと取っておかないと、大変な遅れを取ってしまうっていうのは、もう間違いないんですけども、それより何よりも、守るために知識入れろよ、お父さん、お母さん、学校の先生よっていうお話でございました。オンラインサロン、西野ナ・弘エンタメ研究所では、西野ナ・弘が現在手がけている最新のエンタメビジネスに関する記事を、毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野ナ・弘でした。じゃあ、あまったね